そのアルプス処理水、安全なものだというふうに我々考えておりますけれども、これは国際基準にですね、準拠した我が国、日本の基準にしっかり準拠した水になるようにですね、しっかり処理をしたり希釈をしたりということになります。でやはりそういった処理水安全だということをですね、ご理解いただくようなことが必要かと思いますので。